これから空いてる部屋ですね、取っていきますね。はい、14階部分にあるんですけども、これ、お尻が11の部屋、2ベッドルームですね、の部屋です。はい、ここのグランデューパレスの中で一番広い2ベッドルームのタイプ、はい、なかなかないんですけども、ある関係上出てきたって言いますかね、なかなか説明するのは難しいんですけども、これ今現時点3月2022年の、はい、3月の頭の時点で今空いててご提供できるお部屋です。はい、まずね、以前も撮りましたけどもね、このまず形を見てください。はい、入り口入ってこのね、スカッと広いリビングダイニングキッチンですよ。この横はもう足元から、はい、天井までね、特注のガラスで区切られたこの景色、はい、そこにあるのがプルマンホテルが見えてますよね。で、その手前側にはこれ残房駅ですよね。ちょうどカットリーンからハドンまで行くね、メトロが、この始発駅がもうすぐ目の前、足元にあるというかね、そういう立地です。始発駅のにかぶりついて立っているようなアパートがこのグランデューパレスなんですよね。はい、でこれ2ベッドルームなんで、どっちから行こうかな、メインがどっち、あ、これメインか。はい、メインベッドルームがこんな感じですね。はい、広いですよね。ちょっと平米数とか家賃とは全部概要欄を見てください。まずはここのでは映像だけをね、撮って皆様にお伝えしますね。はい、執務机がこうありまして、でもベッドの周りはね、このスペースですよね。このスペース、まあまあ余裕がありますよね。はい、こんな感じ。壁掛けのテレビがあって、その先には、はい、バスルームがあるとですよね。ここはここにグラスシャワーがあって、で、全部ウォシュレットですね。もうウォシュレットが標準装備です。TOTOの洗面が来て、TOTOのバスルームが、バスタブが来ると、はい、ですね。はい、お湯タンクはね、80だと思います。すいません、忘れました。80リットルなんで、まあまあ、なんとかギリギリ疲れるかなっていう感じですかね。はい、こういう感じになってます。これがメインベッドルームですね。はい、で、サブのベッドルームがこの横に、はい、ありますね。はい、これはサブベッドルーム。まあまあ、ここはベッドとクローゼット、はい、だけになりますね。はい、こんな感じです。東南だったかな、はい、向きがね、ずっとこの向きですよね。残房の駅、はい、ハドンの方に伸びていくメトロの駅の始発駅が見えてます。下は、はい、コミューター、バスのコミューターの乗り場がありますよね、うん、こういう感じになってます。ここはテレビが入んないんですよね、はい、ここはサブベッドルーム、テレビはありません。このね、リビングダイニングがちょうどね、正方形っていうかな、この本当広く感じますよね。長細いんじゃなくてね、はい、こういう感じになってて、で、洗濯スペースはここにあります。今カバーしてくれてますけどもね、乾燥機能付きの洗濯機があります、うん、で、洗濯物を干すね、一応物干し竿もちゃんとつけてくれてますね、うん、こんな感じ。レースのカーテンとこう遮光カーテンがちゃんとついてて、エアコンはすべて壁掛け型ではなくてビルトインですよね。吸気と換気がこう2つちゃんと切ってますね、はい、日立の洗濯機があって、で、ウォーターサーバーがもう標準でついてると。二口にキッチンシンクは切られてて、で、ビルトインのレンジ、オーブン機能のつくレンジ、はいですね。で、三口の IH のクッキングヒーター、ちょっと離れてしまうんですけど、食洗機が2ベッドルーム以上は必ず標準でついてくる、エレクトラックスの食洗機が来るんですよね、はい、で、2ベッドルームなんで2バスルーム、2トイレットですので、ここにもグラスシャワーがつくんですね。こんな感じで、ウォシュレットは2つとも必ずウォシュレットがつくというね、贅沢ですよね。はい、広い2ベッドルーム、これはなかなかね、人気がある間取りなんですよね。気持ちいいですよね。もう何でしょうかね、こちら側も大きな開口部、ガラス窓があって、向こうの部屋に沿っても窓がこう来るっていうね、もう片方の四方のうち2方向はもう窓で風通しが効くというね、この明るさ、これはいいですよね。はい、で、まあ、ちょっとしたね、こういう何でしょうかね、台があって、下にこれ何なんだろうな、
これもちょっとした収納か、ちょっとした収納があるんですね、うん、キッチン周りもね、下と上もバッチリと収納がこうありましてね、はい、お皿とか食器とかいちいち見ませんけど、一通りのものは全部揃ってます。シルバー関係、お鍋、大中小、フライパン、はい、そういうものが全部、チョップスティックも全部ついてます。で、今開けっぱなしにしてますけど、正面のここが下足箱ですね。下足箱、はい、全部開きませんけど、靴箱があってね、こんな感じです。はい、どうでしょうかね。この部屋が今現在空いてる状態、2ベッドルームですね。はい、いかがでしょうか。